思えば後悔は二つくらいしかないな。誕生日プレゼントが渡せそうにないこと、あなたに見せたかった服が無駄になってしまったこと、さよならしなきゃいけないこと、ああこれで三つ目か、まあいいか。あなたのせいで部屋を片付けなきゃならないよ。あまり時間がないのになんてことすんだ。でも冬が濃くなってそんな話を切り出されたら、次こそは泣いてしまうから、私は